つ見たら、なんか気づいたらさ、私さあれだったよね、上がり最高、あのなんだっけ、連続上がり数みたいな6回だったよね。なんか7回になった、あ増えた、増えてると思って、気づいたら増えてたんだけど、6回だったよね、7回だったっけ、あ7回だったっけ、あやばい、トラブスリーされてた、7回だったっけ、え6だったよね、ね、なんか7回になってた、昨日更新したっぽい結局してたみたい、気づかなかった、うん、どうあ、できない、あ、暴られてたわ、ね、6だったよね、なんか気づいたら1回増えてて7になってた、ちょっとね、昨日ね、戦歴を見た、戦歴成績、戦績、え戦績、うん戦歴じゃないわ、だね、最高連続上がり数7回、うん最高連続上がり回数7回になってる、いやびっくりした、昨日そのなんとなくね見てみた、そしたらいや数えてなかったからさ、そんな7回もいってると思わなくてびっくりした、でもなんかドーンドーンってかめっちゃ上がれるなと思ってたの、そしたらでも超えてると思ってなかった、7回はねもらえない、もらえてなかった、10回がもらえるって、10回、何回だっけ、5回で10回かな、あやばい、トルツよし、あと4枚、さっきトルツーされたから減った方、できないかな、うん、おおドボンできた、やった、やった、さっき上がれなかったから、やっとやっと、まだ連続じゃない、え、でも更新してない、10回できたら称号がもらえるんですよ、だから10回目指してやろう、うん、上がれるドボンできる、できそう、数字的には大きい数字を出せればお、いい感じあとね、誰か、でもあと2枚、あドボンされちゃった、違う人がされちゃった、ドボンできなかった、連続すらなってないけど、連続できなかったわ、最近またあれだよね、なんか育成ポイントみたい、あれキャンペーンしてるよね、また最近、嬉しいカードのレベルが上がる、ファンの方2人いるすごい、あります、うん、あー持ってない、ない
まだ1枚も出してないんだけど。あーないなー。あ、おー、あった。カード引いたらいい感じのが出てくれた。今2枚減ってね。2枚、2枚減ったの、今減ったのか。あと4枚。でもドボンドいけない。できるかも。違う。ああ、でもあと1枚、あと1枚。今かスキップ。ああ増えちゃった。誰も出せない、誰もカード出せてない。みんなずっと引いてるんだけど。あ、あー、誰だ、リラちゃんのファンの方にドボンされた。リラちゃんのファンの方にドボンされちゃった。私がね、私が。ダメだったな。今ドボンのランクどんぐらいだっけ。100いったの。100、この間110とかだった気がする。今あともうちょっと。あ、さっき、そうだ、ランクアップした、さっき、今さっき。後で見てみるね、これが終わったら。うん、あと3枚。うん、お、キュッキュッキュ、できそう。あー、でもあと1枚、あと1枚。お、何月のよろつか。いい時にハチが来た。あと1枚、あと1枚。うん、上がれたかな。うん、上がれた、やった。今日はあれかも、調子いいかも。あ、今ランク112上がったよね。この間だって80のなんとかみたいな言ってなかったっけ、私。80なんみたいな。あ、そうだ、あれ割ってない、フォーチュンクッキー忘れちゃうんだよね、割るの。推しメンポイント、今日メンバーと、今日は対戦してない。この間ね、またぴょんちゃんとったよ。ぴょんちゃんと対戦できた。お、ファンの方いる、一人いる。うん。あ、ドロツ。ドロツ。リバースしてくるんだけど持ってない。ファンの方がドボンされちゃったと思ったらドボン返ししてた。さすが。すごの方、次
持ってこなかった。びっくりした、ドロスリー来たと思ったけど。強化の奇跡って書いて、何称号にしてる子といるけど、どっちか分かんないどっちだろう、ただ強化ちゃんの方かもどっちだろうな。あ、やばい、どっちだろうと思った、ドボンされた。うわあ、蜂出したらドボンされた、残念。ドボンされた。なかなかさ、連勝ができない、難しいな。何も考えないでやった方がいいのかな。昨日もなんか気づいたら7になってたのいや連勝してる、何連勝してる感覚はなかったけど、気づいたら連勝してたみたいうん、スキップ。うん、ドロー2が多分いっぱい回ってきた、めっちゃカード増えてた。え、バーストじゃないこれ。あー、バーストしちゃった。ドロー2めっちゃ続けてきて、ドロー3が、ドロー2何枚来たか覚えてないんだけど、2枚か3枚続けてきて、2枚かな、でドロー3が2枚来てバーストしちゃった残念。ぼーっとしてると勝てる時ある。え、確かに、なんかあんまり考えずにやってたら意外と、うん、意外となんか勝てるよね、それでもそういう時の方が勝てる時もある。お、ハンナ食った？マリアちゃん推しの方だけど、私の何誕生日の時のカードにしてくれてる方いる、嬉しい。あと2枚、今日ねあれ見てた、今日アニメのハートもないな、ね、なんだっけあれ、ワールドトリガー、もう1枚でした。ワールドトリガーみたいな見てた。え、なんか気になってたのね、なんかその携帯で見てるんで、携帯のやつになんかめっちゃ出てくるから、出てくるっていうかその一覧みたいに載ってるから気になってて、その今日見てみたい。1話しか見てないけど普通に面白かった。1話しか見てないんだけどね、まだなかなか上がれないの、あと1枚なの、あと1枚なのに。あ、リバースだ上がれた？どうもされなければ。お、上がりました。どんなじゃん、ね、なんかそれも戦う感じなんですけど、それはね、なんて言うんだろうな、どんな感じ？なんか異世界から来た敵と戦うみたいな感じだと思う。まあ1話しかまだ見てないんで、なんかちゃんとした内容は分かんないんだけど、なんか面白いみたいなのを聞いたことがあるだけで、あんまないよ。なんか異世界から来た、なんか自分たちの世界になんか異世界のゲートが急に開いて、そこから敵が来るみたいな、でいつゲートが開くか分かんない、どこでゲート、いつどこでゲートが開くか分かんなくてみたいなやつだった。でその敵を倒すみたいな、でそのゲートから一気にバーって来るんじゃなくて、一体だけ来るみたいな感じだったみたいな、わかんない、これからどうなるかわかんないんだけど、いっぱい来るのかもしれないんだけど、あ、私のカードにしてくれてる方ヒナパラダイスじゃんすごっ、私ときめきなのにあ、
私のカードにしてくれてる方2人いるわ。原作はジャンプかな、わかんない。でもなんかジャンプっぽいっちゃっぽいかも。あーやばい、あびっくりした、ドボンされるかと思った。キャッセルしてくれたのかな、それか。あと誰かドボンできるカード、あと1枚、上がれた？おお上がれた、よかった。ドボンできなかった？さっきね12でドボンできた。でもね上がれたからいいや。京香ちゃん個人は累計ポイント何ポイント、累計ポイントちょっと待ってね、自分のやつランキングから見れるよね。出て、累計ポイントはちょっと待ってね、2,891,1842。もう数字が増えすぎて分かんなかった、そのくらい。そう2億そう言ったんだった、2億。あもう時間になっちゃう、あもう55分じゃん、早っ。ちょっと待って、フォーチュンクッキー割ろう、フォーチュンクッキー割ってからランキングも何が出るかな。推しメンポイント、推しメンポイントだ、ランキングも。ワールドトリガーでも1話しか見てないから、また今度暇な時いっぱい見よう。じゃあ13位から読んでいきます。13位、まさむねさん、ありがとうございます。次12位、ラボーナさん、ありがとうございます。次11位、プッチーニさん、ありがとうございます。次10位サンタさん、ありがとうございます。次9位がトッシーベビースターマンさん、違う、ありがとうございます。次8位隕石の確率、待って8位が隕石の確率 47% さん、ありがとうございます。次7位にゃことまく、明日から強化おしさん、ありがとうございます。次6位、バトニーさん、ありがとうございます。次5位、日清さん、ありがとうございます。4位、としのりさん、ありがとうございます。3位香港の春馬アットマーク強化推しさん、ありがとうございます。で2位は時間ばい、あちょっと WY アットマーク影の守護神エンジェルズ推しさん、ありがとうございます。そして1位が元気さん、ありがとうございます。ありがとうよし、何だこんな、57分、明日も、あそう明日平日だから、明日も5時からです。あともうちょっとでね、ちょっと待って、このランキング見た方が早いのか、ドボンの方で。もうちょっとで、あでも1億ぐらいか差が、そうでも一つ順位が上がれそうなので、ち
っと頑張って明日も今日も10時までする。明日も5時から8時までするので一緒にドボンしましょう。一緒に、ちょっと待ってね。一緒に、5時から8時、そう5時から1時までずっと、あ、まだ5時8分5時から8時までやります。明日起きたら755に書くので、なかったら寝てますとちょ、頑張って起きるので、でも一緒にやりましょう。あと22時まで、今日もじゃあ終わろうかな。じゃあありがとうございました。バイバイ。